じゃあ、はい、いつも通りのミルクフェド、いつも着てるミルクフェド。イエーイ。いつものやつです。ミルクフェド推しです。ミルクフェドね、なんかやっぱプレゼントで届く頻度が高くて、そういろんなミルクフェド持ってる。ミルクフェドをプレゼントでたくさんいただく、私がいつも着てるから、そうありがとうございます。ミルクフェド、そうよく着てるミルクフェド。僕のリュックもミルクフェド。おお。シュプリーム推しです。だってシュプリーム着たことない。うん、今日は髪の毛巻き巻きです。そう、撮影とか撮影があったので今日は巻き巻きにしました。イエイ、巻き巻きエリナです。ドラマ見たよ。だって、お、ありがとう。ドラマ、昨日はドラマがあったんです。嘘から始まる恋、皆さん見てくれました？ドラマ見た。だってそう、もう始まってすぐに私はセリフを言ってたんですけど、そう、絶対嘘だよっていうセリフなんですけど、ちゃんと台本にも、台本もいただいて、そう、ちゃんとセリフもねあって、そう、セリフはね一言だったんだけど、そうやってテレビにね自分の顔が大きく映るっていうことが、でもドラマの中でああやって自分が喋って自分の顔が映ってっていうのが初めてだったから、役名は女 A 女 A だったけど、でもこうやってね出演できたことが本当にありがたいと思いました。うん、でもね、その役だけだったんだけど、そう、なんかまあいろいろいろんなところで映り込んだりもしてて、そう、そうお題になってテロップにね名前も出てて、いや本当になんかありがとうございますって思いました。そう、うん、モデルかと思った、絶対嘘だよ。うん、そう、でも本当にね、なんかドラマとかってああいう感じなんだって思って、すごくなんか勉強になりました。うん、撮影は楽しかったです。なんかマリアも一緒だったから、空き時間は常にマリアを探して、あ、いたって、そう、そう、ご飯もお昼ご飯もマリアと一緒に食べました。お弁当、本田翼さんもそうの演技してるところも見れて、そう、すべてキャストの4人の、キャストの方々の演技もそう目の前で見て、そう、いろいろ本当に学ばさせていただきました。
手のアップはエリちゃんだって違います。私は人に触れてないです。撮影の中で、うん、ぜひね、まだ見てないって方はフールで見てください。イエーイ。はいそう、ファンとしてこんなに嬉しいことはないやって、嬉しい、やった、嬉しい、みんなが喜んでくれて。そう、これはね、まあタウゼントガイデン頑張ったご褒美ということで、そうスタッフさんが、そうなんかタウゼントガイデンすごいなんかよく、なんかタウゼントガイデン泣きながら頑張ってたみたいなことを、そうマジムリ学園のスタッフさんに言ったら、えって、そうなんですかってなって、そうじゃあなんか今度じゃあドラマやるからみたいな、そうみたいな感じになって、そうそうだからありがたいなって思いました。だから頑張ってよかったって思いました。その服昨日の配信でも着てなかったなって、あ、着てましたそう緑はですね、ね、すごい真緑のワンピースだったよね。私真緑の衣装、ショールーム用の衣装ですね。だってそう、これはもうショールーム用の衣装です。これからもいろいろとできるといいね。だってはい、いろんなことしていきたいなって思います。なんかすごい暑いんですけど今部屋が、でもクーラーつけるほどの暑さじゃないんですよ。そういう時みんなどうしてます？なんか別にすかちょっと暑いなと思うけど、なんか別にクーラーつけるほどじゃないなみたいな、あ、クーラーつけてしまう、扇風機、除湿、窓を開ける、あ、なるほどね。でも窓はねちょっと配信中だから開けられない。迷わずクーラー、クーラーつけます。ハンディファン、裸になる、だって、あ、原始的、扇風機だね。だって、扇風機今部屋にない、迷ったらつける、うーん、アイス食べる、でもまあ別にクーラーつけるほどじゃないんですよ。だからまあじゃあ我慢しますね。内緒哲学も面白かった。だって、え、嬉しい、見てくれました？内緒哲学、内緒哲学ってさ、ハッシュタグで検索しても全然レポがなくてさ、え、みんな見てないかなって思って、まあでも千葉テレビさんだから、千葉に住んでる人じゃないと見れないからさ、私もまあぶっちゃけ見れないし、
そう。うん。竹野内笑っただって。竹野内豊さん？うん。ミクチャで見れる。あ、ミクチャで見た。アーカイブ見れる。あ、ミクチャでぜひ皆さんアーカイブ見てください。お代理ディープインパクト知ってたんだね。知ってるよ、ディープインパクト。だって有名じゃない、ディープインパクトって。有名馬じゃん。ディープインパクトがなんか馬の競馬の有名な馬だっていうのは分かってたんですけど、あの竹野内豊さんと有馬記念、有馬記念もなんかそういう大会みたいなのは知ってたんですよ。なんか馬の大会でディープインパクトはすごく足の速い馬だっていうのも分かってたんだけど、そう、あ、そう、竹豊さん、そう、竹豊さん、なんか竹豊さん、でも竹豊さんが本当にでもあんまきそう分かんなくて、そう詳しくないから、うん、そうだからどうつなげたらいいのか分かんなくて、そう。ディープインパクトが初めて負けた試合、なんか負け知らずだと思ってた、知らないけど本当に分かんないんだけど、ディープインパクト負け知らずみたいな、もう鬼強みたいな、王者みたいなイメージだったから、もうサラブレッドっていう、マジで知らないけど、ディープインパクトってね結構お強い馬みたいなのは知ってるよ。そうだからね、説明が難しかった。うん、うん、なんとなく知ってるワード並べるしかって、他に知ってる馬、なんだろう、いや分かんない、全く。フェアプライド知らない、ディープインパクトしか知らない。アーモンドアイってなんか聞いたことある。うん、オグリキャップ知ってるよ。え、北サンブラックもなんか聞いたことある。日本のブルボンもなんか聞いたことある気がする。なんかトレンドになってない、たまに。すごいね、みんな詳しい馬。そう、馬娘で多分トレンドになってんだよね、多分。めっちゃ詳しいやん。だって全然4匹ぐらいしか知らない。聞いたことあるっていうか、知ってるとかじゃなくて、なんか見たことあるみたいな字面でって感じ。競馬のお仕事してるんでめっちゃ笑いました。だって、あ、でも競馬の人はこうやって耳にこうやって鉛筆挟んでるっていうのは知ってる。みんなそうではない、みんなではないんだね。なるほど。私競馬場行ったことありますよ。握手会で、 AKB の握手会で競馬場行った。うん、そう、握手会でね、全国握手会です。 パフォーマンスしたのは違う、行く方、握手しに行く方で、ファンとして行きました、競馬場。
めっちゃ暑かった。馬券買ったことない。誰と握手したか、ヘビロテは板野友美さんと握手した。妹は宮沢沙耶さん。私も宮沢沙耶さんに並んでたけど、途中で板野友美さんにした。やっぱ妹と違うメンバーと握手しようって思って。妹と友達と一緒にいた。3人で行った。うん、うん、めっちゃ優しかったよ、握手した時。板野友美さん、なんか子供だったから、私まだその時小学生だったから、去り際になんか可愛いねって、可愛いねみたいな感じで、バイバイみたいな感じで言われてね、すごい優しいって思いました。そう、めっちゃ嬉しかった。マジでモデルかと思った。だって絶対嘘だよ。おもろ、そのコメントやばい、面白。うーん、ドラマの裏話？裏話？なんだろう。お、タワー来た。お、マッカーシーあと小田さんじゃない、マッカーシーあと小田氏さんが熊太陽タワーくれました。イエーイ、ありがとうございます。ポンデリングなんだこれ。じゃあみんなでお礼言いましょう。マッカーシーあと小田氏さん、ありがポンデリング。ありがポンデリングです。ポンデリングなのかってきてる。ポンデリング、なんかすごいこっちの目だけすごいぼやぼやする、ずっとなんか目に入ってんのかな、なんでだろう。いろんな鏡持ってるんだって。そう、これいろんな鏡持ってる。これはいいでしょ、お姫様みたいな鏡。いろんな鏡持ってますよ、手鏡。
りちゃん一日結構鏡見るだって。見るかな。普通にメイクしてる時とか鏡見ながらやるから、うん、鏡は必需品。必需品です。姿見の鏡ありますよ家に、うん、鏡ないとメイクできない。だってはい、鏡は必需品です。金曜日しずく公園行きます。お、金曜日、あ、2日か、待ってます。1日が K で2日が8か。なんか8公演が平日にあるのが不思議。もう6月も終わりですね。だって、それな、あっちゅう間でした。最近 K 公演にハマった。だって、嬉しい、いいですね。うーん、もう7月だって。それ2021年上半期はすごく盛りだくさんでしたね。だってね、盛りだくさんだったけど、1月2月私本当に何もしてないなんかね、3月から本当に急激に忙しくなったから、なんか充実してたって思うけど、マジで1月2月私仕事なかった。全然、ずっと家にいた。1月2月マジで仕事してない。バッチコイとあのイメチェン48ぐらいしかマジ仕事してなかった。うん、お話し会あったね。お話し会、ウーバーイーツ始めれたんじゃないって。私がウーバーイーツ、やば、私歩くの苦手だからウーバーイーツ多分向いてないと思う。ほぼ自転車でチャリ乗れやってきた。いやいやいや自転車に乗るのも、いや私本当に外歩くのが苦手なのでちょっと無理、できないと思う私には。歩くんだったら歩かない、うん、
エリちゃん途中で配達のラーメン食べちゃいそうだって。いや、そこそんなことは絶対にしないよ。それはない。うん、それはないでしょ。うん、ダイリはバイト経験ありません。バイトしたことない。うん、してみたいバイトは、でもパン屋さんとか、なんか友達がパン屋さんでバイトしてたんだけど、なんか賞味期限切れちゃうじゃんパンって。だからあのラストまでいたらパン持って帰れるって言ってたのと、あと映画館でバイトしてる人ってなんか映画無料で見れるみたいな噂があったから、そうなんか映画館もいいなと思って、そう、あと本屋さん、本屋さんはなんか雰囲気が好き、本屋さんっていう、本屋さんでバイトしてるってなんかかっこいいじゃん、かっこいいから本屋さんでバイトもしたかった。そう、でもあとミスドとサーティワンもバイトしてみたいなと思って、あとそうハンバーガー屋さんとか、うん、そう、でもいや飲食店はあんまり、飲食店なんか人がいっぱい来る系の店はあんまりいいだなって思う。なんかわかります、なんかパッと食べてパッて出ていく系の店が良かった。なんか長居される系のお店は嫌だなって思ってました。うん、そう、いやミスノはパッて買ってパッてそう行く系やん。うん、ホールしてほしい。だってえめっちゃ忙しいじゃん。私の友達ラーメン屋さんでホールも作ってもいたけどめっちゃ大変だって言ってた。ピーク時とかやばいって言ってた。ほんと仕事っておかしくなるだけってコメント大丈夫ですか、心配です。あなたがおかしくなる、ほんと仕事っておかしくなるだけだって心配です。何があったんですか。心配すぎる。よくわかる。おかしくはなる。まあ、確かにおかしくなるときはなりますよね。うん。おかしくならないのがおかしい。だってみんな何があったんですか、この社会で。マジで人間見なくなる。分かりみです。だってみんなが同意してる、みんな仲間なんですね。うん、みんな仲間。ここでね落ち着いた心を取り戻しましょう、このショールームで。うん、仲間多くてよかった。だって、うん、リセット公園に行けばリセットされる。だって、お、
ぜひリセットしに来てください。雫公園なら水に流せるだって。おお、うまいうまい。僕夏にも出てほしい。おお、もう僕夏忘れちゃいましたよ。前回出たのいつだっけ。もう覚えてないよ。うん、11月17ぐらいだって。やば、半年以上出てない。多分私はもう8公演と K 公演があるから、あまりね、もう僕の夏公演はね呼ばれなさそうって思うけども、まあどうなんでしょうか。どうかな僕の夏公演。ちょっと一回じゃあつけようと。クーラー最高だよだって。ありがとう。うん、私はねもうボタン連打派なんですよ。とりあえずエレベーター乗っても閉まるボタン連打。もうなんかクーラーとかも全部連打。そう、うん。そう、せっかち、せっかちです、せっかち。壊れっちゃだって。壊れっちゃ、壊れっちゃ、壊れっちゃ。そういえばゼルダどうなったのだって。ゼルダは昨日はちょっと本当忙しすぎてねやってない。昨日だって私本当お風呂入った後にパックしててなんか目おかしいなって思ったらコンタクトつけたままお風呂入ってたんですよ。疲れすぎて。そう、こんなことめったにないのにお風呂入る前にコンタクト外すの忘れてたの。そうか、びっくりしました。うん、いつも外して入ってる。
コンタクト外すとシャンプーとか見えにくくない？だって。でも近くに寄れるじゃん、ビーって。メガネにしないと。だってね、お風呂でなくしたらショックやね。だって。コンタクト私ワンデーだからね、もう使い捨て。ポイポイポイって、ポイ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 ポピー。夏いだってめっちゃ流行りましたよね、ポイポイポポイポイポイポピーって。家ではメガネかけてる。宴会でやらされた。面白そう、見たい。動画送ってください。一昔前の曲、歌よく知ってるよね。だって、私世代なんですけど、ポイ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 結構世代です。流行ってました、小学生の時。あと「のまのまイエイ」って曲、「のまのまイエイ」って流行ってた、めっちゃ。あと何が流行ってたかな、ゴリエゴリエテンデラララン、ペコリナイみたいな、ペコリナイみたいなのも流行ってた。結構世代。あ、マイヤヒーも流行ってた。お兄さんおるからなって。いや関係ない関係ない、普通に流行ってた、テレビとかで。うん、あ、マイヤヒとノマノマイヤイは同じだね、同じか。子供の頃はテレビっ子だったの。テレビっ子だったと思う。毎朝おはスタ見てたもん、小学生の時。天才テレビくんめっちゃ見てた。出たいなって思ってた。どうやったら天才テレビくん出れるんだろうって思ってました。テンテレ懐かしい。だってテンテラ、テンテラじゃない、テンテレ。
検定って今もやってるよね。ああ、どの人の時だろう。私が天下ちゃんっていう子が好きでした。天下ちゃん、あとね、なんて名前だったっけ、ね、アムちゃんだっけ、なんだっけ、すごい人気な子がいたんだよね。なんだっけ、アムちゃんみたいな、歌がすごい上手い子。天下ちゃん、あ、え、待って、天下ちゃんで天チムさんなの、え、あ、え、そういうことか、あ、え、あ、天下ちゃんって天チムさんなんだ今の、あ、え、そうなんだ、え、そうなのね、私めっちゃ天下ちゃん好きだったんだけど、そうなんだ、俺も天下ちゃんの感じ好きだった。なんか天下ちゃんだけさ、なんかどこにも属してない、なんか特別なキャラだったよね。なんかそう、それがすごいかっこよくて、かっこいいっていうか、なんか特別って感じだったから、なんか好きだった。うん、なんかみんなが歌ったりするのを見てるのも好きだった。なんかカバーとかしたり、みんなが歌ってミュージックビデオみたいなのが流れてたり、なんかそういうのを見るのが好きだった、テンテレは。で、学校で何々ちゃんが可愛いとかってみんなで喋ってた。うん、MTK って何？ MTK いよいよで MTK だね、だって。 MTK って何？やばい、わかんない。 MTK ってなんだろう。すいません、存じ上げない。うん、みんなで歌ったりするコーナー、あ、それを MTK って言うんだ。うーん、あと私ピラメキーノがめっちゃ流行ってた。なんか子役恋物語とか、なんか友達がさ、なんか同じ学校の子とかが出たりして、なんかすごい話題になったり、そう、なんかピラメキーノってほんとマジ世代で、なんかすごいね、めっちゃ見てた。うん、ハンニャさん、ハンニャさん好きだったって。ハンニャさん面白い、私もめっちゃ好きだった。あとフルーツポンチさん、うん、世代が違うから分かんないだって。あ、ズグダンズンブングンゲームめっちゃやってた。
てかなんかさ、プラメキーノのテーマソングめっちゃ流行ってたよね。なんかおみんなからのお悩みに答えるみたいな、あれ毎回今日はなんだろう今日はなんだろうって楽しみに見てた。学校での話題そればっかり。ジェネギャだ、だってマジ流行ってた。ピラメキーノ、当時の小学生あるある。エリちゃんランドセルは何色だったの？赤です。赤、真っ赤。お道具箱はハム太郎でした。ピンクのハム太郎のお道具箱。そう、でも私小学生の時は可愛い系だったんですよね。いつも二つ結びして学校行ってた。二つ結び、なんか水玉の丸い髪の毛のゴム、丸いのが2個ついた髪の毛のゴムをピンクと赤と黒の3種類持ってて、それをいつも 日ごとにローテーションして2つ結びして小学校に行ってた。うん、そう、その時アイドル好きだったから多分普通に可愛いのが好きで、そうピンクが一番好きな色だった。そう、で中学生になってロックバンドが好きになって、バンプオブチキンとかラッドインプスとかが好きになって、そういう人になりたくて、なんかちょっとボーイッシュ寄りに転校してった。ちょっとイメージを変えようと思って、イメージ戦略、そうすごいアイドルみたいなのが好きだったけど、そうちょっとロックバンドが好きになったから、ちょっとイメージをもうちょっとイメージ戦略ちょっと方向を転換して、うん、路線変更しました。うん、そう、でも別にそんな中学生の時も普通になんか明るいイエーイって感じだった。ウェイ系だったと思う、中学生の時めっちゃ。
今なんか今の言葉で言うと陽キャ、めっちゃ陽キャだったと思うな、うん、めっちゃなんか学校のみんな友達だと思ってたから、全然誰にでも話しかけられてた、話しかけてた、廊下で普通におはようとかって全然誰にでも言ってた、おはようみたいな、みんな友達だと思ってた。そう、学年違っても、理系は挨拶されたら好きになるよ、だって。あ、そうなんだ、理系の人ってそうなんですね。文系もそうです、だって。理系です、好きになりました、わ、ありがとう。私は休み時間系です。ちょっと理系でも文系でも体育会系でもない休み時間系。よくわからないけど了解オッチだって、イエイ、ありがとう。トゥ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 。お便り何委員会だった、だって覚えてない。なんか委員会ってそんなに思い出ありますっけ、なんか委員会でそんなに時を過ごしたっけって思う。もう放送委員会にはなりました、学校で。あの、自分の好きな音楽流したくて、中学生の時にバンプオブチキンとか流したくて、放送委員会に入ったらちょうど運動会と時期が被っちゃって、運動会友達と全然一緒にいれなくて、ずっと放送委員だったから、あの、ずっとなんかその放送委員の席みたいなところにいなきゃいけなくて、すごい嫌だった。うん、お昼も友達と一緒にお昼ご飯食べれないし、放送委員に入ったはいいけど、なんか放送室行かなきゃいけないじゃないですか。だからクラスの友達と一緒にご飯食べれないし、放送室で食べなきゃいけないから、そう、それがちょっと嫌だった。うん、
でもまあ楽しかったと思います。学級委員とかしたことない。そういうキャラじゃなかったし。文化祭は綿あめとか駄菓子屋さんとかかな。ライブの白いドレス綺麗かっただって、あ、嬉しい。ウェディングドレスかな。もうすぐ映像倉庫で見られるようになるので皆さん楽しみにしていてください。映像倉庫でザ・ファイナル見れるようになります。マジかだってってコメント欄が昔言ってました。そう、私の情報じゃなくてコメント欄情報です。映像倉庫で見れるようになるらしいってなんか数日前言ってたから。そう、私情報じゃないです。コメント欄情報です。うん、今週末っぽいなだって。あ、今週末らしいです。これは私情報じゃなくてコメント欄情報なのでよろしくお願いします。はい、私情報じゃないです。公式でも予告してたよ。あ、本当ですか？らしいですってコメント欄が言ってます。はい、そうね、私でも私情報よりもコメント欄の方が情報が正しいので信じて大丈夫だと思います。コメント欄がそう言ってるんだから。うん、そうです。絶大な信頼を終えてるねだって。そうです、私はねファンの皆さんを信頼しているので、はい、ファンの皆さんの言うことは絶対、ファンの皆さんがコメント欄で言うことは絶対です。そういうと怖いよだって。リセット公演ロスですだって。じゃあ7月1日も見てください。
イエイイエイイエイ。あさってリセット楽しみやで、だって。え、しあさってじゃないですか。なんか人がね、そう、客席が250人が満開なんですけど、昨日は205人で、そう、増えたんですよ、前よりも。だから205人、なんか本当にあーって、なんかたくさんいるって思いました。そう、増えたなーって思った。作った桜見ることなく終わった。え、待って、もう桜ないの？ロビーに。悲しい。おだけで一生懸命作ったんですけど、もう空気になってるかな、桜。桜なくなりまして、だって。じゃあもう空気になってますね、うん。次はもみじですかね。だってもみじはね、作れないよ。ひまわり、あ、なんかひまわり畑が横須賀でね、あるらしいよ。行きたい、ひまわり畑。横須賀でなんかひまわり畑のなんか期間があるらしい。ニュースで見た、だって。だからぜひ皆さん、ひまわり見たいなって思ったら横須賀に来てください。行こうかな、だって。イエーイ。おだいりなちゃんとひまわりのツーショット撮りたい。ひななに撮ってもらおう。俺もひななに撮ってもらいたい。撮影会、撮影会しよう。ひななが撮影者で、皆さんがモデル。斬新な撮影会だな、だって。
で、私がスタッフ、私がスタッフでひななが撮影する人で、そうで、モデルはファンの方私が運営します、メイクさん用意していただけますかって、いや、じゃあ自メイクでお願いします。ちょっとそこはね、申し訳ありません。エリちゃんのオリンパスの出番は、昨日劇場にオリンパス持ってったけどね、使わなかった。衣装借りられますかって、借りれません。なんか昔さ、青チェックの衣装なんかファンの人も着れるみたいな企画あったよね、などっかのイベントで。なんかファ、あれ青チェックじゃないか、制服の羽かな、なんかファンの人も着れますよみたいな、どっかのイベントであった気がする。めっちゃ昔、え、なかったっけ。あったよね、なんかファンの人も衣装着れますみたいな、ファンの人用のやつがあんの多分。あれなかったっけ、やば、記憶違いかな。女性限定やらだって、え、いや、わかんない。やった気がしたんだけどな、調べてみよう。なんかあったよね、制服の羽、衣装着た、着た、あ、出てこないな。制服の羽着た、あれ着てないかな、なんかあった気がしたんだよね。違うかな、AKB 全体の何かではあったよ。夢かな、じゃあ夢なのかな、夢だったらすいません。 SKE で試着イベントとかやってたっぽい。え、そうなんだ、 SKE さんやってたんだ。 AKB でもやりましょう、じゃあ。フェイクニュースですか、だって。いや、あった気がしたんだよね、なんかで。いや、あったと思ったんだけどな。記憶違いかな。ショッキング。でもみんなも AKB の衣装着たいなって思うことあるでしょ。
着たい、だって着たい、かっこいいやつは着たい。ないないない。え、180の衣装ありますか。スカヒラしたい。おお、確かに奇跡は間に合わないの衣装とかさ、男の人が着たらどんな感じなんだろう。なんか結構さ、なんかイケメンみたいな衣装じゃん。なんか、これ私とか女の人がさ普通着るけど、あの衣装とか男の人が着たらどうなんだろう。奇跡は間に合わないの衣装。やめた方がいい、だって。なるほど。でもみんななんかスカヒラ着たそう。スカヒラ、スカートひらりしたそう、みんな。酔ってるって来てる。酔ってないです、私は正常です。エリちゃんも男性の衣装着たい、だって。いや、思わないな。思わない。男性アイドルの人とかがテレビに出てて、わあこの衣装着たいとは思わない。まあそういう気持ちと同じか。うん、でも学ランは着てみたい、いつか。うん、特攻服も着てみたい。特攻服着てみたい。ボンタン、タンランにボンタン着てみたい。着る機会ないかな。私はタンランにボンタン。で、私はあの黒のタンランだけど、ここバッてやったらここ真っ赤みたいな、真っ赤か紫がいい。内側は真っ赤か真紫がいい。そう、そう、裏地。
背中四面楚歌ズン。かっこいい。四面楚歌は言葉が好き。I love you ってめちゃありきたりじゃん。他力本願がいいのではだってやば。確かにハルク方眼にしようかな。わお、でもいいな、特攻服とか。ハルク方眼知ってるの？だって知ってますよ、もちろん。今日が誕生日で25歳になりました、おめでとう。そう、ハルク・ホーガンさんのおかげで今があるんです、私の。恩人なんです、ハルク・ホーガンさんは。私の恩人です。じゃあ話しまして、私が他力本願って言葉をショールームで言ったんですよ。他力本願って言ったら、それ他力本願じゃなくて他力本願だよって言われて、あ、そうなんだみたいな、他力本願って言うんだねみたいな。そう言って、で他力本願他力本願って言ったら、イントネーション違うって言われたんですよ。そう、それでえみたいな、なんと、どういうイントネーションみたいな、他力本願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 みたいに言ってたら、それみたいな来て、いやそれって言っても分かんないよみたいな。そう、じゃな、そうで、でこれねみたいな、他力本願他力本願ねみたいなって言うけど、また次の日とか、まあ、後日また他力本願に戻っちゃってるんですよ、自分が、イントネーションが。でまたなんかそれイントネーション違うみたいに言われて、えってな、どれが本当のイントネーションだっけみたいな、他力本願他力本願もう分かんないみたいになって、じゃあ他力本願と同じイントネーションの言葉教えてくださいよって言ったら、いっぱい来て、そう、でその中で一番私の中でしっくりしたのがハルク・ホーガンっていうね、はい、それが私とハルク・ホーガンの出会いでした。そうだから、いつも他力本願っていう時には一回ハルク・ホーガンっていうのを挟んで他力本願って、そう、言葉を発するようになったんです。うん、そう、お世話になってるんですよ、本当ハルク・ホーガンさんには。いつもありがとうございます。うん、恩人なの。うん、ハルク・ホーガンだから、私は他力本願をちゃんとしたイントネーションで言えるようになりました。はい、これが私とハルク・ホーガンさんの出会いです。皆さん分かりましたか？教育とはこういうこと。そうなんです、
教育とはこういうことです。日本語のイントネーション本当に難しい、だってって言うよね。なんか日本語ってめっちゃ難しいって言うよね。確かに、なんか他の国の言葉も絶対に難しいし、私は分かんないからこそ難しいけど、日本語ってマジで難しそう。なんかちょっとした言い方でさ、捉えられ方が違うじゃん。だから難しいよね。なんか普通に自分でも難しいと思うもん、日本語。うん、そう、難しいよね。そう、未だ練習中。私はずっと日本語練習中です。一人称でもだいぶ日本語あるもんね。それの、で、私、僕、俺、わいとか。てかさ、日本語ってどんどん新しい言葉できんじゃん。なんか、わいとかも本当はさ、そんな言葉なかったけどさ、なんか、わいみたいな。なんか、わてとか、なんか、あっしとか、なんか、どんどん出てくんじゃん。なんか、でも、海外の言葉とかはさ、どんどんそういうの出てくんのかな。みーとかって言うじゃん、自分は。me、 どんどんなんかそういうネットとかから出てきたりするのかな。うん、うん、ね、なかなかな、ね、どうなんだろう。日本ってマジで新しい言葉すぐ生まれるよね。うん、そう、どんどん進化していく。そう、エモいとか、確かにエモいとかもね、10年ぐらい前そんな言葉なかったもん。汗、汗、あ、ピエンとか、ピエンって作った人すごいね。ピエン、エモリス、エモリスはあれですね、コンサートで使ったあの文字が画面に出るやつ。言葉ってすごいね。だって、いや、それな、はあ、お便りが女子高生の頃は何が流行ってたの。これはね、すごく覚えてます。それな、それながめっちゃ流行ってた。何か誰かが言うと、それな、それな、それな、めっちゃ流行ってた、それなっていうの。
ワンちゃんも流行ってた。ワンちゃん、ワンちゃんとそれな流行ってた。30代って言ってたけど、私は20代です。コムドットな、なんだろう。あ、うっせーわか。うっせーわね。飛ぶぞ、飛ぶぞって去年でしょ。飛ぶぞ、うっせーわじゃない、うっせーわ。今何の曲が流行ってんのかも分かんない。あんまり楽器ロス、あ、楽器ロスかな。あ、ニシキヘビね。流行語ではないかもしれないけど、ゲンロスだよだって。あ、そっちタイプ、そっちタイプね。おだいりさんどっちタイプだって。私はロスってないです、何も。汗、汗最近流行ってる。汗汗、うん、汗汗汗汗、うん、最近最近って何が流行ってんだろう世の中で。あ、ウーバーイーツじゃない、流行語。ウーバーイーツでも去年か、ウーバーイーツが流行ったの。あ、馬女じゃん、馬女、馬女じゃない、馬娘、馬娘、馬娘って怖、馬娘、馬娘、馬娘めっちゃ流行ってるね今。トレンドに上がるぐらいだもん。
か馬娘って馬娘って読むの？馬娘？へえ。馬子？馬娘？ウマ娘アプリのセールスランキングぶっちぎりの1位。ぶっちぎりなんだ。めっちゃ人気じゃん。すごでもなんか駅とかでさ、よくみんなウマ娘やってると思う。視界に入るもなんか画面がなんか馬の女の子が出てる。覗きはしないですよ。私はもうアプリが携帯に入らないの、容量がなくて。だから馬娘はねやってない。そう、容量いっぱい系女子。携帯早く変えたいよ。新しい携帯のケースはあるんです。もう買ったんです。動画めっちゃ多い。400ぐらい入ってる携帯の中に動画。私は iPhone。 今日配信長くて嬉しいです。確かにめっちゃ配信長いね今日。久しぶりに今右側を見れました。右側イエーイ。右肩見して。はい、右肩。
なんかフィルターついてる。これがビークワイエットっていうフィルター。これビークワイエット、これフィルム。え、フィルムっていうさ、フィルターめっちゃおしゃれじゃない？なんかこれいいね、なんかちょっとおしゃれ、なんかエモみある。さすがフィルム。イエーイ。これでおしゃれな服着てみんなにスクショしてもらって撮影会。一気におしゃれ配信だって。これがオリジン。あれ、あんま変わってない。小顔にしたけど。怖いですか？これやると、そうね、怖かった。可愛いの撮れましただって、ありがとう。戻った瞬間が面白い。それな、あれって私ってこんなに顔でかかったって。そう、これでまあ5秒ぐらい配信すんじゃん。5、4、3、2、1で配信してさ、こうやって戻すとさ、えっ、あれ私顔でかいってそう思っちゃう。やっぱ加工にね、慣れちゃうと、加工に目が慣れるとそう思っちゃうね。うん、今はかっこいいじゃない、今は普通の顔。プリクラも基本加工するんでしょ、だって。で、私はあんまり加工したくないけど、プリクラってもうね、加工されちゃうからね。めっちゃ別人だもんね、だってプリクラってなんか自分じゃないみたい。プリクラ、そう、まあそれがプリクラなんです、加工されるのが。ではね、皆さん今日はね、ちょっと長々配信でしたけど、じゃあそろそろこれにて終わりたいなと思います。皆さん本日の配信見てくださりありがとうございました。イエーイ。
長時間おつだって、ありがとう。またやってねだって。はーい、では皆さんありがとうございます。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位ホア、12位ソニーアットおだし、11位なおなお、10位ひとくまさとる、9位西野圭吾、8位くるりん、7位まあアットおだし、6位みやちゃん、5位ボマ、4位かずみんアットぐんマニア、3位アッキー717、2位カンタアットカンカン、そして1位はマッカーシーアットおだし。ありがとうございます。イエーイ。では皆さん、本日の配信も見てくれてありがとうございました。ではまた明日、バイバーイ。 イェイ。